皆さんこんにちは、ちみどりです。今回は年末ということで、エアガン福袋の開封をしていきたいと思います。購入したのは、KSC さん直販の3万円福袋です。最高10万円のものまでありましたが、懐事情により一番安かったこれにしました。最安とはいえ、それなりにでかい梱包なので期待は高まります。ちなみに配達日は12月24日でした。一人寂しくグリボッチを過ごす私の身を憐れんで、イブに届くよう配慮してくれるなんて、さすが KSC さんは粋な計らいをしてくれますね。それでは開封していきましょう。まず1丁目。MQ3R、デザートスパルタン、ABS タンカラー。大人気 MQ3R シリーズの限定品ですね。タンカラーなのはもちろん、フォアグリップ等がオミットされているのが特徴です。KSC 製品の中でも不人気なモデルらしく、個人的にもうーんという感じですが、この時点ですでに2万円なので、好きな人からすればかなりお得そうです。ちょっと空打ちしてみます。この MQ3R は現行のシステム7ではなく、旧タイプの AG メカを搭載していますが、動作性は十分に高いです。セミ、フル、3点バーストの切り替えが可能で、いずれもしっかり動作してくれました。2丁目に行く前に他の付属品を。ナチュラルズバイオ BB 弾 0.25g ボトル。バイオ BB 弾5000発入りのボトルが入っていました。昨今の時代背景に配慮したエコバッグとマスク。レジ袋有料化やコロナ禍に対応した品物を入れてくるとは、さすが KSC さん、気配りが行き届いていますね。それでは2丁目。AK74M、TEG。元の AK74M ERG からリコイルショックをオミットし、実写性能を追求した電動ガンです。フルオート時の連射サイクルや、初速の調整が行えるとのことです。本体もレシーバーは金属でできており、非常に重量感があります。本格的な AK のエアガンを持ったのは初めてなので、なかなか新鮮でした。正直に言うとガスブロを期待していたのですが、この値段なら贅沢は言えませんね。こちらも試射してみようと思ったのですが、手持ちのバッテリーが長期間放置のため死んでおり、打てませんでした。皆さんもバッテリーの過放電には十分気をつけましょうね。最安の3万円の福袋でしたが、合計金額は約7万円とかなりお得な内容でしたね。エアガン福袋の中では、KSC さんは随一のコスパだと思います。来年以降はもっと高い福袋にチャレンジしてみたくなりました。以上、これにて動画を終わります。最後までご視聴、ありがとうございました。